ズでー木曜スペシャル対日誕お化けをイメージして右手左手を分けて練習することでちゃんとできるようになりますからね。楽譜とにらめっこすることでちゃんと曲を読み解く能力から読譜力までちゃんと身につきます。と左手のための練習曲イエイ。それでは、お前